お願いします。神様、神様お願いします。分かんない、僕じゃないです、七尾さんなんです。神様、ダルクルー、グルメ、よし、ナイスナイス、はい、すごい、おい、うん、うん、みんなって新人深い、はい、新人、新人深いって、新人深い、ある程度神を信仰している、神の心、そうそうそう、ないかな、もちろん、七尾は何を信仰してるの、俺は俺自身かな。誰も触れなかった。覚えにくあら、あのいいよ、あの白状しな、あらピカクロスがやってました。はい、目の前で鳩坂さんがキルしてたんですけど、覚え家のとこですね、覚え家とシャワーの間ぐらいのとこです。で、どうやら私が見えてなかったみたいで、坂田さんと一緒にタオル拾いやってたんですけど、坂田さんが上上がった瞬間、多分シャワータスクの奥の方から出てきた鳩坂さんが上から落ちてきて、私とばったり会って数秒間見つめ合っちゃったって感じです。この説明の仕方はちょっとずるいですよ。はい、はい、お前は神を信じるか。もちろんです。祈ってみろ、生き残れるかもしれないから祈ってみろって。あ、確かに。高田さんお願いします。高田さん、もう入れてみろ、俺もう入れてみろ、もう入れてみろ、誰とは言わないけど近く乗ったな。神惜しかったね。でもちょっと動いたんじゃない、心は動いたんじゃない。完票入るとはね、ピカリ人外の3票だと思うけど。確かに。固まってんな、固まってるのは悪いことではないんですが、はい、うい、死んじゃった。あのアーカイブでピカさんが死にました。で、アーカイブ？はい、でめちゃめちゃ直近というか、まあ多分ほぼ同じタイミングでメイヤ君がアーカイブに侵入。いや、俺はアーカイブラウンジで今停電直しに貨物の手前まで来てますよ。そうか、ピカさんの、ピカさんは見てないよ俺。あ、ピカさんでもシャワーにいたわ。私どイズネロドは多分できで、はい、藤宮さんも弾けます。うん、藤宮コクピット、ゲーム見てます。エレキからバイタルです。サントスが配電盤前貨物にいて、真ん中と左が下がってます。上げれてない。んっていうか、俺がアーカイブでずっと本入れタスクをしていたので、はい、停電中に、明夜くんじゃない時は停電中に誰かが侵入してきてるしか考えられないんだけれど、弁当があるじゃない。いや、弁当も難しいじゃないかな。アーカイブのどの辺の時間？どのぐらいの時間軸なんだ？もう死んだ時間軸はめちゃめちゃ早い。もう多分3秒以内とかだと思う。で、俺はもうずっと本入れタスクを実施していたので、うん、で、光ったのは、机の上から、まあ多分机の上、左上ぐらいにあるんじゃないかなという想定した位置。なので、リアクター右の方に向かってても、俺視点一番明夜君がやっぱ足組めちゃうっていう状態。
俺はラウンジですよ。しますね。シェリフ使用しておきますね、とりあえず。はい。基本本線名やつりで。お願いします。神様お願いします。わかんない、僕じゃないです、奈良子さんなんです。神様、これ神様、お願いします。神様、願いを叶えてください。叶うかもしれない、叶うかもしれないよ。お願いします。お一人ちゃんと傾いてるな。惜しい、一票する。ちょっと叶いかけてる。ね、惜しい。だいぶ惜しいじゃん、3入れば。44になってたかもしれない。ね、地獄だった、地獄。すいませんでした。一応俺釣られてもいいかもなと思っちゃった、今。神はいねえだよ、この世の中に。神なんかいねえんだよ。意外と入るんだろ。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。